ただ、本当にザナックスをみんなにやってほしいとかってことではない、全然ないんですけども、うん、いつから、ちょっと自分の意思でこういうの聞くかとか、そういうところは、本当に、注意がもちろん必要なんですけれども、健全な、こう、ちゃんと知識と、まあ、分別を持って楽しむ分には、悪くないかなというふうに思いますんで、ちょっとまあ、そういうふうな楽しみ方にも、ちょっと、皆さんのこう目を向けて広めていくということをやっていただくといいんじゃないかなというふうに思います。It was good, your boy, S to the H-O, and you're now watching Hip Hop で学ぶ英語チャンネル。Yes, yes, I'm Yuki, bye bye! はい。はい。ということで、今回もですね、私が担当する回、Bards ということです。はい。ですね、いろいろこう、味わい深いリリックを見ていきましょうというふうな、そういう、回になるんですけれども、まあ、今回もですね、なんだろうな。今回のは結構トピック的には、日本の普通の、例えば J-POP とかを聞いてると、ちょっと理解しがたい部分もあるかもしれないんですけれども、まあ、これはこれで美しいんだなっていうのをなんとなく皆さんに感じていただければなというふうに思いますので、まあ、ちょっとそんなことで、今回使っていきたいと思います。はい。共有していきます。はい。今回扱う曲なんですけれども、Don't River の Can't Feel My Legs というこちらの曲になります。うん。これDJ リナトンが、我々の回、インタビューで出てくれた時に、最近お気に入りの曲なんですかって聞いた時に、これが出たというふうなことになります。で、まぁ、ちょっと、なんで、せっかくなんで、その曲の内容、どんなこと言ってるのかなというので、1バース目がなんかこの4行からなるんですけれども、はい、ちょっとそれは撮ってきました。で、ちょっと読み上げていきます。Let me tell you about a story, about a couple of Zans.I was fucking around in Houston with a couple of fans, but excuse me, there was groupies, and they was groupies, it was not in a plan. Either way, we popped pills, and we all held hands, というふうなポイントになります。はい、で、最初いきます。Let me tell you, 私からあなたに伝えさせてくれ、みたいな感じですね。Let を、刺激動詞なんで、Let させる、me、私に、tell。あなたに伝えさせてくれと。で、何をかっていうと、about a story、ある話について、伝えさせてくれと、うん。で、about a couple of zans、まあ。ザンってこれね、ザナックスというドラッグなんです、うんうん。最近結構、ラップのリリックとかでも結構若いラッパーを中心によく出てくるようなやつなんですけれども、まあ、ザナックスという。ものになりまして、まあ、リルザンとかっていうラッパーもいるぐらいですよね。うんうんうん、はい。なんで、まあ、そういうザナックスという、まあ、そういうドラッグについてのちょっと話をさせてくれというふうに言ってるのが1行目ですと。で、I was fucking around in Houston、ね。私は、まあ、F around で、これHouston、なんだろう、めちゃくちゃやるみたいな感じ。暴れ回る。こんな感じの、ニュアンスになりますんで、まあ、ヒューストンでめちゃくちゃやってました。で、誰と一緒にかっていうと、with a couple of fans。a couple of 何々で、数個の数人のみたいな感じの意味になるんで、これまあ数人のファンとめちゃくちゃやってましたというふうな感じのことを言っています。で、なんだけれども、but excuse me。でも、ごめんと。they was groupies。彼女たちっていうのはグルーピーだったんだと。いうふうに言っています。グルーピーって、まあ、わかりますかね？アーティストとかのこう追っかけで、まあ、アーティストの方はアーティストの方で、まあ、その女の子たちを食っちゃうという、うん、まあ、そういう関係性でこう成り立っているような、そういうのをグルーピーって言うんですけれども、まあ、彼女たちはグルーピーだったから、they was not in a plan。まあ、彼女たちはプランになかった。うん、まあ、計画になかったというのは要は何かっていうと、まあ、彼女たちとあんまりこう、なんだろう、深い仲になるようなつもりはなかったみたいな、そんな感じのことを言ってるわけですね。うんうんうん、まあ、なんだろう、言い方は悪いですけども、所詮はやっぱグルーピーだから、うん、グルーピーとして、まあ、そのばかりの、まあ、うん、いうような感じにしようと思っていたんだけれども、うん、either way、まあ、どっちにしろ、うん、we popped pills。私たちは、ピルをポップして、まあ、その錠剤を飲んでみたいな感じです。ザナックスの錠剤のことなんでしょう。錠剤を飲んで、and we all held hands。私たちはみんな、手をつないだんだというふうに言っています。
なんで、まあ、これどういうことかっていうと、まあ、ザナックスについての話をさせてくれって言った後に、まあ、俺はファンと一緒にあのめちゃくちゃやってた、うん、で、まあ、あのそのファンっていうのは、まあ、グルーピーに過ぎないからそんなにこう仲良くなるつもりも別になかったんだけれども、そのザナックスをピルポップしたことによって、うん、あのもう手をつなぐようなこう深い仲になったみたいな感じだからそのなんだろうな、ザナックスをやってこうハイになったぜみたいな感じでこう一言で言い表すんじゃなくて、それにまつわる話っていうのをまあこういうふうにこう伝えることによって、まあそのこう効果をこうありありとこう感じさせるような、まあそういうこう4行になってるっていうのが、まあこの曲の面白い部分なのかなというふうに思っております。ザナックスの繋いだ絆みたいな、ザナックスザナックスが繋いでくれた絆みたいな感じそんなんもあるんでしょうか。そう、なんで、まあ、なんで、まあ、何が言いたいかっていうと、うん、もちろん、あの、ザナックスを皆さんにこう進めるなんてことは一切、あの、しないんですけど、うん、まあ、あの、こういうね、ドラッグに関するこうトピック、ドラッグが使われてるような、なんかこう、歌詞とかって、結構もうそれ、一回聞いただけで、うん、いや、ちょっと、ドラッグか、みたいな感じで、なっちゃう人も結構多いかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、でもこれにはやっぱこれの美しさみたいなのが僕はあるかなと思ってて、うん、ザナックスをやることによってなんかそれがもたらした効果っていうのをやっぱ、うん、このドントリバードントリバーなりになんかこう表現するっていうのはなんか、まあ、それはそれで一つの美しさなのかなみたいな感じで、うん、僕は思ってて、ただあの本当にザナックスをみんなにやってほしいとかってことではない、全然ないんですけども、やっぱなんかそういう表現にこう触れていって、なんか行くことっていうのはやっぱ、なんだろう、大事なことなんじゃないかな。大事って言ったらちょっと僕偉そうですけれども、いいことなんじゃないかなっていうふうに思うんで、まあ、あくまで、まあもちろん、その、いつからその子供に聞かせるかとか、いつから、ちょっと自分の意思でこういうの聞くかとか、そういうところは本当に、注意がもちろん必要なんですけれども、なんだろうな。健全なこうちゃんと知識と、まあ、分別を持って楽しむ分には、うん、悪くないかなというふうに思いますので、ちょっとまあそういうふうな楽しみ方にもちょっと皆さんのこう目を向けて広めていくということをやっていただくといいんじゃないかなというふうに思います。うん、そうだね。うん、はい、まあ、まあ、そういう お話として受け止めてもらえれば。そうですね。うんうん、話として、はい。いいんですよ。あ、そう、一個言わせてました。They。ね、複数形なんですけれども、あのラップ等の歌詞においてはしばしばというやつですね、和じゃなくて和図が使われる、これよく起こることなんで、あのこの形にもちょっと慣れていくといいんじゃないかなと思います。うん、はい、ということで、これも、向井じゃ最初から簡単に、訳しますけれども Let me tell you about a story、話をさせてくれと、バラカオブゼンズ、まあザナックスについての話をさせてくれと、うん、で、I was effing around in Houston。 俺はヒューストンでめちゃくちゃやってたんだ。 With a couple of fans、 まあ数人のファンたちと。 But excuse me、 でもごめんと。 They was groupies、 彼女たちっていうのはグルーピーだったから。 They was not in a plan、 まあ深い仲になるつもりはなかったんだ。 でも either way、 どっちにしろ We popped pills、 俺たちはピルをポップして。 で、 We all held hands、 まあ手をつないだというふうなことを言っています。はい、じゃあ最後こちら、Repeat after me で終わりにします、はい、Let me tell you about a story. Let me tell you about a story. About a couple of dance. About a couple of dance. I was fucking around in Houston. I was fucking around in Houston. With a couple of fans. With a couple of fans. But excuse me. But excuse me.They was groupies. They was groupies. They was not in a plan. They was not in a plan. Either way. Either way. We popped pills. We popped the pills. And we all held hands. And we all held hands. はい。はい。ということで、今回扱った、Don't River の Can't Feel My Legs。こちらも、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからぜひチェックしてみてください。はい、皆さんぜひチャンネル登録、通知ボタンも忘れずに押しておいてください。はい。はい。ではまたお会いしましょう。Peace.